たまたトイレ休憩を終えてでこの麦茶をおかわりこの繰り返しだよ飲んじゃだし飲んじゃだしミルク飲み人形かって言われたことあったけど麦茶飲みじいさんだよ飲んだものは出るよな。タンクはあるんだけどそこをなんか刺激する前立腺みたいなものが膨張してその部分を圧迫することによって尿意が、増すということらしいんだけどさまあその話をするとくだらないことで時間がどんどん過ぎちゃうんでまあそれはいいんだけど、あそう言おうとしてたものをトイレしてしながらちょっと言おうとしてたところがあって、吉田拓郎好きなんだけどメロディーメーカーだし、あの多種多様な曲作るし声がかっこいいし、もう全体的に拓郎はもう俺のまあアイドルなんだけど、アイドルっていう言い方も変だけど、要するにプロレスで言えば一時期のアントニオ猪木が俺のアイドルだったわけで、拓郎がシンガーのアイドル、そういう位置づけね、まあカリスマと言ってもいいけど、まあカリスマまでは思わなかった。でその拓郎を好きだってことはまあ揺るぎないんだけど、拓郎の歌詞っていうのが歌の詩の部分なんだけど、もう人生だらけなんだよね人生を語らずと言いながら人生だらけの、あらゆる歌にどこかに必ずって言っていいぐらい人生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 出てくるわけ。でこんなに歌の歌詞の中に人生って言葉を使う人は拓郎以外ないというぐらいに人生使ってるんだけど、あとそれがいいのか悪いのか知らないんだけど、拓郎の歌の歌詞にはほとんど風景や情景描写が出てこないの。さっき言った夏休みはそんな中で珍しいんだけど、麦わら帽子、スイカを食べてたとかそういう風物詩、麦わら帽子はもういない田んぼの帰るわ、そういうふうに風景が思い浮かぶじゃん、夏っぽい風景が。だけど他のはね、私は今日まで生きてみましたってそういうふうに自分の演説をするわけよね、私の考え方を、人生を語らずもこう語らずと言いながら語ってるんだけど風景が出てこないの。だから拓郎に岡本治美が詩を書くと、岡本はその情景描写がうまいんだよ。絞ったばかりの夕日の赤が、もう海の風景、夕日の沈む海の風景をパーってサイコロを2つ手の中で振ればって、でさっきの青い夏も浜日傘ゆらゆらすらりと伸びた、なんかもう浜辺にいる若夫婦2人、君は夏みかん向きながら早く子供が欲しいなと、そういうなんか浜辺であっちの方ではしゃいでるちっちゃい子を見ながら若いカップル新婚夫婦がこう浜辺にいるっていう感じ、そこに浜日傘がゆらゆら言って、そういう海辺のビーチの風景が思い浮かぶじゃん。浴衣の君はすすきのかんざし、あの旅の宿の風景が思い浮かぶんで、岡本治美は情景を描くのはすごくうまいわけ。情景の中にこうテーマ性みたいにも盛り込む、その言いたいことと風景描写がうまくミックスされてるのが岡本治美だから、岡本治美が拓郎に詩を書かなかったら拓郎の曲にはほとんど風景出ずに人生が、青春がっていう自分の要するに理屈を並べ立てる、なんだろう、講演会を聴いてるような、拓郎の演説会聴いてるような歌だらけになっちゃうと思うんだけど、そういう中でまあいくつかはね、全部理屈ばっかりじゃなくて風景の描いてる曲もあるんだけど、圧倒的に拓郎は俺はこう思うと思うってことばっかりガンガン押し出してくる人で、こう情景が出てこない、俺は情景が出てくる歌がすごく好きなんで、あの歌を聴くだけで風景が思い浮かべる、ユーミンで言えば操舵水の向こうに貨物船が揺れるなとか、そういうのすごい、カンナ8号線だっけ、カンナがの花が揺れてる国道とかさ、青い帳が道の果てにそういう流線形80の中のあのなんだ、ふと渡る風とかさ、ユーミンもうまいんだよ、その情景が、そんな外の風景じゃなくてもバスルームにルージュの伝言って、バスルームに書かれてるルージュの落書きが目に浮かぶじゃん、その家の中でも風景が浮かぶじゃん、拓郎の歌に風景が浮かばないのよ、全部俺はこう思う俺はこう思うの羅列なんで、だからあのいい風景を描写するのがうまい、あの作詞家といろいろ組んで北条とか、松本とか
岡本治美、あと安井和美、いろんな人とに曲を詞を提供してもらって、それに拓郎が曲を作るといい感じで、あ、拓郎の曲も風景が見えるんだけどということを言いたかった。だから拓郎の詞はダメだって言ってるわけじゃないんだけど、すごく癖が強い、こう風景を描かないで言いたいことを羅列する、あーそれが青春、これが青春っていうのが拓郎なんだなと思って。で、次の歌う歌はそれと関係あるかどうか知らないんだけど、人生を語らず、ラブラブで却下された歌、これをこれもあんまり大声で歌うとその後の声が枯れて歌えなくなっちゃう危険性もあるんだけど、そこそこに抑えながら歌ってみようかな。朝日が昇るから起きるんじゃなくて、目覚める時だから旅をする。教えられるものに別れを告げて、届かないものを身近に感じて、越えてゆけそこ、越えてゆけそれを、今はまだ人生を、人生を語らず。嵐の中に人の姿を見たら、消え入るような叫びを聞こう。分かり合うよりは確かめ合うことだ。季節の巡る中で今日を確かめる。越えてゆけそこ、越えてゆけそれを、今はまだ人生を、人生を語らず。あの人のための自分などと言わず、あの人のために去りゆくことだ。空を飛ぶことよりは血を這うために、口を閉ざすんだ、臆病者として。越えて行けそこ、越えて行けそれを、今はまだ人生を、人生を語らず。ことはない早すぎる冬よりも、始発電車は行け、風を切って進め。目の前のコップの水を一息に飲み干せば、傷も癒えるし、それからでも遅くない。越えて行けそこ、越えて行けそれを、今はまだ人生を、人生を語らず。今はまだまだ人生を語らず、目の前にもまだ道はなし。越えるものはすべて手探りの中で、見知らぬ旅人に夢を置かれ。越えて行けそこ、越えて行けそれを、今はまだ人生を、人生を語らず。越えて行けそこ、越えて行けそれを、今はまだ人生を、人生を語らず。最後の、手探りの中であたりちょっともたっちゃったけど。
まあまあかな 何がまあまあ、何がまあまあなんだか、自分の中では採点やっぱりちょっと張り上げるな、張り上げないと歌った気しないんだよ、あの歌は。じゃあフォークギターに持ち替えて、いきなり旅の宿浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もうちょっと高くしよう。浴衣の君は、浴衣っていう感じいいな、よくいいと書いて浴衣と読む。すすきのかんざしのさ、さっきあの岡本治美が浜日傘、ビーチパラソルを浜日傘というふうな古風な表現する、あと裏盆絵とかね、あれと思うようなこう言葉のチョイスがいいなと思ったって言ったけど、このすすきのかんざしのすすきっていう字がなんだ、おっぽのお花、お花、美花、それをススキって読むんだね。あと、熱燗とっくり。熱燗とっくりって言葉してるけど、これもなんか岡本がこういう詩を書いてるの。熱いお燗の燗、とっくりだよね。とくっていう字に、あの利益の利。熱燗、熱燗とくり。とくりと書いてとっくりって読むんだね。まあ別にこの、全部ひらがなでもカタカナでも熱燗とっくりって歌ってる分には、この漢字4文字書く必要はないんだけど、そこにこう俺は熱燗とっくりっていうのを漢字で書いてるよと、ススキをススキとカタカナや、ひらがなで書いてる、おばな、これをススキと読むんだよと言わんばかりに、作詞家のなんかこう岡本治美のそこのなんか思考が見えるようでいいなと。浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね、僕は僕で、あぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤か、あふりゅうだなんて一つ俳句でもひねって、部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪いい香り、上弦の好きだったっけ久しぶりだね、月見るなんて、僕はすっかり酔っちまって、君の膝枕にうっとり、もう飲みすぎちまって、君を抱く気にもなれないみたい、難しいね
りの後の寂しさが、こんな高いの？祭りの後の寂しさが、いやでもやってくるのなら、祭りの後の寂しさは、もう一度最初から。弾こう。なかなかね、なかなか抑えたいい音が出ないんで、本当はフォークギターで弾くべき曲なんだけど。祭りの後の寂しさが、祭りが始まらない。祭りの後の寂しさが、いやでもやってくるのなら、祭りの後の寂しさは、例えば女で紛らわし、もう帰ろう、もう帰ってしまおう、寝静まった人を恨むも恥ずかしく、人を褒めるも恥ずかしく、何のために憎むのか、何の恨みで憎むのか、もう眠ろう、もう眠ってしまおう、節待ち月の出るまでは、日々を慰安が吹き荒れて、帰って行ける場所がない、吹き抜けて死んでしまうに早すぎる、もう笑おう、もう笑ってしまおう、昨日の夢は冗談だった、死んだ女にくれてやろう、祭りの後の寂しさは、死んだ
男にくれてやろう。もう恨むまい、もう恨むのはよそ、今宵の酒に酔いしれて。もう恨むまい、もう恨むのはよそ、今宵の酒に。詩が生きてんだよね。日々を慰安が吹き荒れて、慰安っていうもんな。要するに日々を慰め、要するに酒であったり、まあ、ちょっとあの今のこの時代的に言うと、たとえ祭りの後の寂しさは例えば女で紛らわしいってなんてこと言うんですかってなんか言われそうな歌詞ではあるんだけど、このあの時代は結構こういうのあったんだよな。寂しさを紛らわせるために女がいるんですかみたいな今言われちゃうけど、で日々を慰安が吹き荒れて、要するに紛らわすこと、慰安、慰めっていうことだよね。根本的な日々の憂い、人生の悩みは解決しないんだけど、女であったり酒であったりということのちょっとしたその慰めによってやり過ごすっていうか、抱えてる大きな荷物は下ろせないんだけど、酒で紛らわしたり歌を歌ったりということかな。そういうなんかもうあとはあなたは想像してください的な、この襟裳岬と同じ路線のこの語り調が岡本節だよなと思って、拓郎もいい曲作ったっていう。この曲の元は夕べの夢っていうのが拓郎オンステージ2で歌って、夕べ見た夢を話そう、なんとかあー夢よ覚めないでおくれって、割とリズミカルな、もう少し軽い歌なんだけど、メロディー全くこれと同じで、その夕べの夢という全く拓郎が書いた詩のメロディー、それをこっちに使い回してるっていうか、そういう感じでね、あのたどり着いたらいつも雨降るのそうだし、あれは何だっけな、好きになったよ女の子みたいな、そんな歌、軽いラブソングをたどり着いたらいつも雨降りにしちゃってるわけで、これも夕べの夢っていう曲を祭りの後に詩を差し替えて完成形にしたっていうか、結構そういうの あちこちでやってんだよねいっぱい曲作ってたから。もう24分、早い、このペースでいったの。じゃあ、まあいいか、しゃべる、たまにはしゃべりまくるツイキャスもいいかも。恋の歌、熱い熱い涙が君の頬を濡らして、僕の唇にひとしずく落ちて、僕は知ってる、悲しいからじゃないんだ、君の唇が僕を好きと囁いた。思い出せば遠いあの日、冬が過ぎて僕たちにも暖かい太陽がこの腕の中にあった。
夏も過ぎてゆく頃、赤い夕日が消えた。君にさよならも言えないで僕は泣いた。このメロディーラインが俺の求めるものだね。これなら1分ショートでいけそうな感じ。しかも1番しかない、2番があるのかな、1分1曲ワンコーラス半ってところかな。いや、うん、1番だけだねこれ。サンドイッチ形式の思い出せばあんこになって、夏も過ぎてゆく頃へ、バンズでバンズとバンズで挟んで、思い出せばがあんこだから、ハンバーグだから、そういうサンドイッチ形式のワンコーラスだけの曲なんだよね。でメロディーがいいんだよな。詩はまあ普通のラブソングなんだけど、とにかくメロディーが秀逸。ララ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 ってもうこれいただきって感じ。ララ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 、こういう出だしのメロディーが作れたらもうできたも同じ。こういう歌を俺作りたいな。いつか作って見せるぜ俺の恋の歌を。これそのシートではさ全部タクロがやってんだけど、このこのトゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥンもメロディーも弾いて、フォークギター2本で1人26音やってんだよね。その合いの手で入ってくるフォークギターのリードギターと自分のストローク、チェンチェンツンと1人26音ってやつ、それがいいんだよな。その後いろいろ高中とかフルバンドとかそういうのもいいんだけど、シンプルな初期の拓郎のフォークギター2本で、あれしかも自分でやっちゃう、ストロークとこうリードギターを両方こう、それをやるとさ、あ俺もこうテープレコーダー2台使ってできじゃん、できるじゃんみたいなことを真似したりするんだけど、1人バンド、うん、リードとストローク両方やっちゃう、なんかちょっとしたバンドっぽく聞こえるので、そういうのを真似したな。その頃の拓郎ほんと良かったんだよな。なんかうん、いいな。でも拓郎の曲って大体歌詞見るとさ、女に惚れられる男なんだよな。君の君、僕は僕は知ってる、僕君の唇が僕を好きとささやいたって、あモテ男はいいなって思っちゃうんだよな。僕が彼女に惚れて振られるっていうのは、春だったの場合はあれを違う女性の作詞家が書いてるから、追っかけていくのは俺で振られるのは俺なんだけど、というこれと逆パターンなんだけど、拓郎が書く詩は女が拓郎に惚れる、そういう歌が多いんだよね。モテ男はいいなってなことで、またトイレ